がん検診を実施します。乳がん検診900円、後期大腸がん検診200円、対象年齢20歳以上、日時8月29日月曜、30日火曜、9月11日日曜の8時30分から11時、13時から15時。検診をご希望の方は7月22日金曜までに、次へ電話でお申し込みください。問い合わせ保健センター、電話 65-1010。マイナンバーカードのための特別会長を実施します。平日の会長時間以外でも、マイナンバーカードの手続きができるよう、休日に特別会長を実施します。事前に電話でご予約をお願いします。特別会長時は、住民票等の証明書の発行、転出入等の住民移動など、通常の業務はできません。日時7月23日土曜、8月14日日曜の9時から12時。内容、マイナンバーカードの申請、申請用写真撮影を含む、マイナンバーカードの受領、電子証明書の更新、申請の予約、企画財政課、電話 65-0404、受領、電子証明書の更新の予約、町民課、電話 65-0812。糖尿病性腎症の重症化予防対策を行っています。町では、糖尿病の重症化を予防するため、国民健康保険に加入をしている方の特定健診のデータや医療機関受診状況を分析し、重症化のリスクが高い方に次のご案内を行っています。保健指導のご案内。糖尿病性腎症の重症化リスクが高い方を対象に、適切な食事の取り方や適度な運動の実践など、生活習慣の改善に取り組むためのご案内を郵送します。受診勧奨のご案内。糖尿病の治療が必要な方や、治療を中断された方を対象に、受診勧奨通知の郵送、または委託業者から電話連絡を行います。重症化を予防するためには、病気の早期発見と、継続的な治療、生活習慣の改善が重要です。案内通知が届いたら、積極的な受診や保健指導への参加をお願いします。問い合わせ、町民課、電話 65-0812。源泉時の湯温泉スタンド、ほかほかすべすべ、アルカリ性ナトリウム、塩化物冷光泉。ご家庭で本格的な温泉を気軽に楽しめます。営業時間9時から17時毎週水曜日が定休日です。利用方法、20リットル200円、50円単位で販売。お釣りは出ません。容器をご持参ください。浴槽200リットルにつき20リットルが目安です。注意、入浴後、鉄製品等は水洗いしてください。また、温泉の飲用はできません。衛生管理のため、塩素滅菌を行っています。所在地、時川町大和座大月870番地3、桃の木地区八幡神社から大月方面へ約800メートル。問い合わせ、時川町役場産業観光課、電話直通 65-1532。 町スポーツ協会スポーツ賞表彰候補者の推薦について。町スポーツ協会では、スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著な方、および優秀な成績を収めた方を表彰します。つきましては、規定に基づき、
該当者がいらっしゃいましたら、ご推薦くださるようお願いします。表彰対象、町内在住、在勤、在学している個人および団体、または町から登録している個人および団体。対象期間、令和3年10月1日から令和4年9月30日まで。提出書類、表彰対象者推薦書、町ホームページからダウンロード可能。該当する大会関係書類、賞状の写し等。推薦締め切り、8月30日火曜17時、厳守。推薦書締め切り後に表彰対象者が生じた場合、その時点で推薦してください。提出場所、障害学習課または体育センター。表彰式、町民体育祭で表彰します。中止の場合は、賞状を推薦者へお渡しする予定です。審査の結果、表彰決定者には別途通知します。規定は町ホームページ、または障害学習課にてご確認ください。問い合わせ、障害学習課電話 65-2656。人権擁護委員が任命されました。人権擁護委員は、法務大臣の委嘱により、地域の中で人権尊重思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、法務局や庁内で人権相談に応じるなどの活動を行っています。4月1日付で、坂下美代子さん、大和田本郷と岡野和義さん、大和田万丈が再任されました。坂下美代子さんと岡野和義さんの写真が載っています。問い合わせ、総務課、電話 65-0401。20歳を祝う集い成人式実行委員を募集します。令和4年度20歳を祝う集い成人式の企画、準備、運営等に参加していただける20歳のスタッフを募集します。懐かしい同級生と一緒に心に残る式典を企画してみませんか？皆様の応募をお待ちしています。人数15名、先着、資格、町内在住の平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方で、実行委員会に参加可能な方、実行委員会は土曜、日曜の午前中で3、4回を予定。内容、式典の企画、運営。9月から1月に実行委員会を開催し、式典当日の役割分担や記念品、広報掲載写真の選考等をしていただきます。式典後の祝賀会、立食会を開催する場合、その企画や進行をしていただきます。申し込み、7月29日金曜までに、メールで1、住所、2、氏名、振り仮名含む、3、性別、4、電話番号、5、卒業中学校をご連絡ください。問い合わせ、障害学習課、電話、65-2656。剣道体験会を開催します。時川剣道スポーツ少年団で剣道体験会を開催します。見学のみでも大歓迎です。運動のできる服装と飲み物を持ってお越しください。申し込み不要です。直接会場にお越しください。対象、小学生、保護者、日時、7月9日土曜の18時30分から19時30分、7月10日日曜の16時30分から18時、場所、体育センター、せせらぎホール剣道場、費用無料、問い合わせ、
時川剣道スポーツ少年団谷川、電話 65-5633。 ここまでの担当は内田でした。夏の交通事故防止運動スローガン、人も車も自転車も安心安全埼玉県。自動車の運転者は横断歩道を通過する際は直前で停止可能な速度で進行し、歩行者がいるときは横断歩道の手前で一時停止し、その通行を妨げないようにしましょう。高齢者は道路を横断するときや交差点を通行するときは自分の目でしっかり安全を確認しましょう。実施期間、7月15日金曜から24日日曜まで10日間。問い合わせ総務課電話 65-0401。 交通事故被害者のご家族へ援護金を給付しています。埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通維持等を対象に援護一時金を給付しています。交通維持等とは、交通事故により死亡または重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子どもを言います。対象者、令和3年4月1日以降に交通維持等になった県内在住の18歳以下の方。給付額、子ども1人につき10万円、なお1回のみです。問い合わせ、埼玉県交通安全対策協議会、電話 048-825-2011。 荒川図画コンクール作品募集。河川美化愛護の意識や河川への意識を啓発することを目的に、荒川の風景画を募集します。入賞者には応募していただいた絵をスタンドにして贈呈します。ぜひご応募ください。対象小学生。期間7月1日金曜から9月15日木曜。題材荒川流域の川やダムの風景。申し込み荒川上流河川事務所ホームページ、令和4年度荒川図画コンクールをご覧ください。問い合わせ荒川図画コンクール実行委員会事務局、荒川上流河川事務所調査課、電話049-246-6360。 農地等の草刈り、適正な管理にご協力ください。農業従事者の減少等により、農地に雑草が繁茂した状態や桑畑が遊休化し林地に近い状態となっている場所が町内に多く見られます。雑草放置すると近隣農地の耕作等に悪影響を及ぼすばかりでなく、害虫等が発生し、近隣住民の生活に迷惑をかけることがあります。農地は草刈り、除草を行うなど、適正な管理をお願いします。問い合わせ、産業観光課農業委員会、電話 65-1532。 今年のサマージャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて7億円。サマージャンボ宝くじ1等5億円 ×24本、前後賞各1億円 ×48本、当選本数は発売総額720億円、24ユニットの場合。同時発売のサマージャンボミニは1等3000万円、サマージャンボミニ3000万円 ×28本、当選本数は発売総額210億円、7ユニットの場合。発売期間、7月5日火曜から8月5日金曜。抽選日、8月17日水曜。支払い開始日、8月22日月曜。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。問い合わせ、公益財団法人埼玉県市町村振興協会、
電話 048-822-5004。 要介護・要支援認定を受けている皆様へ、介護保険負担割合証を更新します。現在お持ちの介護保険負担割合証の有効期限は7月31日までです。新しい負担割合証を7月中旬に送付しますので、担当のケアマネージャーやサービス事業者、施設に提示してください。負担割合は所得に応じて1割負担、2割負担、3割負担に分かれます。介護保険負担限度額認定証の更新及び新規交付申請、介護保険施設やショートステイを利用する方の食費や部屋代について負担軽減を受けるための介護保険負担限度額認定証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降、引き続きまたは新たに負担軽減を受けたい方は申請をしてください。対象となる方は次の通りです。食費・部屋代の負担軽減対象者判定の流れ、所得要件、市区町村民税非課税世帯の方が原則です。ただし、世帯が違っていても、配偶者が課税されている場合は対象外です。住民税非課税で、預貯金が一定額以下の方が対象です。生活保護の方、老齢福祉年金受給者の方、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円以下の方、単身650万円以下、夫婦1650万円以下、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円超え120万円以下の方、単身550万円以下、夫婦1550万円以下、前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円超えの方、単身500万円以下、夫婦1500万円以下、一定額を超える預貯金等ある方は対象外となります。一定額を超える預貯金等がない方は、食費・部屋代の負担軽減の対象となります。申し込み・問い合わせ、福祉課電話 65-0813。 国民健康保険に加入中の皆様へ、国民健康保険被保険者証を更新します。現在お持ちの国民健康保険被保険者証、保険証の有効期限は7月31日です。新しい保険証を7月以降、世帯主様宛に簡易書留郵便でお送りします。7月末日までに届かない場合はお問い合わせください。有効期限切れの保険証は役場町民課にご返却いただくか、各自で厳重に処分をお願いします。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の更新・新規交付、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降も引き続き交付を希望される場合は、7月19日火曜以降に保険証と本人確認書類をご用意の上、町民課で申請をお願いします。問い合わせ、町民課、電話 65-0812。 令和4年度、国民健康保険税の納税通知書を送付します。国民健康保険税、国庫税は、今年度に予測される医療費の総額から、国などからの補助金と、皆さんが医療機関などで支払う一部負担金を差し引いた額を、国保加入世帯の人数、所得に応じて負担していただく徴税です。令和4年度の納税通知書を7月上旬に郵送します。7月19日火曜を過ぎても納税通知書が届かない方は、税務課、国
付税担当へお問い合わせください。令和4年度の税率の変更は広報ときがわ5月号をご覧ください。問い合わせ税務課電話 65-0811。 後期高齢者医療制度に加入中の皆様へ、後期高齢者医療費保険証を更新します。現在お持ちの後期高齢者医療保険者証の有効期限は7月31日です。新しい保険証を7月中旬以降に簡易書き留め郵便でお送りします。7月末日までに届かない場合はお問い合わせください。新しく届く保険証の有効期限は2割負担になるか否にかかわらず、令和4年9月30日です。令和4年度は制度改正に対応するため、保険証の更新が2回あります。2回目の更新で交付される保険証は、9月中旬以降に簡易書留郵便でお送りする予定です。なお、有効期限切れの保険証は、役場・町民課にご返却いただく、各自で厳重に処分をお願いします。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の更新・新規交付。医療機関等で支払う医療費が高額になる場合、事前に後期高齢者医療限度額適用認定証、後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けることで、窓口でのお支払いが1ヶ月の自己負担限度額までとなります。新たに交付を希望する方、被保険者証をお持ちになり、町民課へ申請してください。申請できる方は原則同一世帯の方です。すでに認定証をお持ちの方、8月以降も引き続き該当となる方には、7月末日までに新しい認定証を郵送します。窓口負担割合が見直されます。10月1日から一定以上の所得のある方、75歳以上の方など、窓口負担割合3割の現役並み所得者を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約 20% の方です。1割から2割負担となる方について、次の条件をすべて満たす方です。1、同一世帯の後期高齢者の方に課税所得が28万円以上の方がいる。2、同一世帯内の後期高齢者の方の年金収入プラスその他の合計所得金額が200万円以上である。世帯内に後期高齢者の方が2人以上いる場合、年金収入プラスその他の合計所得金額が合計320万円以上である。負担を抑えるための配慮措置、2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間、令和7年9月30日までは、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3000円までに抑えられるように、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。入院の医療費は対象外です。令和3年度後期高齢者医療保険料納入通知書を送付します。令和3年度の保険料通知は7月中旬に郵送でお届けしますので、必ずご確認ください。納付書払いの方は、口座振替依頼書が同封されていますので、便利な口座振替をぜひご利用ください。特別徴収の方は、原則年金からの天引きとなります。問い合わせ町民課電話 65-0812。 今月の納税、固定資産税第2期、国民健康保険税第1期、後期高齢者保険料第1期、介護保険料第1期。納付期限は8月1日月曜です。
口座振替をご利用の方も当日が振替日ですので残高不足にご注意ください。残高不足などにより口座振替ができない場合は現金納付になりますのでご注意ください。問い合わせ税務課電話 65-0811。 令和4年度地域商品券を追加配布します。町ではコロナ禍における物価の高騰の影響を受けた生活者の支援、事業者の負担軽減、地域経済の活性化のため物価高騰対応支援商品券として地域商品券を追加発行します。物価高騰対応支援商品券配布対象者、令和4年5月1日現在住民基本台帳に登録されている方全員、ウィズコロナ対応応援商品券が配布された方が配布対象者です。配布する商品券の金額、1人当たり500円 ×8 枚の4000円です。商品券面のデザインは、令和4年度地域商品券と同じものです。配布方法、8月下旬までに会員書き留めで世帯主の方宛に世帯全員分の商品券を送付します。商品券の利用可能期間、商品券が送付された日から令和4年12月31日土曜まで。この期間を過ぎると商品券は利用できなくなりますのでお早めにご利用ください。利用できる店舗、ときがわ町内の令和4年度地域商品券取扱加盟店でご利用いただけます。ご利用いただけるお店は令和4年度地域商品券と同じです。ご注意ください。簡易書き留めの配達時に不在などで簡易書き留めを受け取れなかった場合、不在票がポストに投函されます。不在票がポストに投函されていた場合は郵便局の保管期間7日間を経過していなければ不在票の記載内容に従い郵便局に再配達を依頼してください。保管期間を経過した場合は郵便局の保管期間が経過した場合、簡易書き留めは差出人役場観光推進室に戻りますので、観光推進室第2庁舎1階でお受け取りください。その他、窓口にお越しになる方の本人確認ができる確認書類が必要です。問い合わせ観光推進室、電話 65-1584。ここまでの担当は岡野でした。